しかし自分の名前が空城丈太郎であることは理解しません。そうなるとあっという間に筋肉が退化していく。すみませんドクター、注意するのを忘れていました。もう一回直してみる。待って、これは直さなくていい。ママや私を巻き込まないためだった。この階段でジョリーンの足音だが、ちょっと引っ掛けてつまずかせてくれないか。もう一回しっかり彼女を抱きしめておきたい。さあやりなよ。この男だわ、この男がいた。上階から私たちを覗いていた。なんだあの背中は。気持ちいい、太陽光天気でみんな集まってあったかい。こいつらは何をされたんだ、誰の仕業なんだ。花を咲かしこの植物のようなものが育っていった。そこで止まれ。おい、何やってる！てめえ、放せ！やった！放せ！内側から！早く全部引っこ抜け！それよりこうなった以上、私から離れた方がいい。あんたまで感染するかも。光だ！日陰に入るんだ！私が拾う。もうなっているから。その奥に何か透けて見えるぞ。そっくりに見える竹。骨は多分この緑色の実の中に取り込まれたみたいだ。それ拾うのか。これは奪い取ったっていうのよ FF。 脱出か。お前名前は、怪我しているのか。何言ってる、アナツイ。いいから立ちなって。なんだ、やっぱり敵じゃなかったのか。興味ないね、どっちだろう。こんなことになるなんて俺は何も聞いていなかったが。おいお前、そこで何してる。おい、聞いてるんだぞ。いねえ、外に出られる。そうなったらどこかに潜んでるホワイトスネークも同時に気づいて、きっと近くに現れる。ほら、敵スタンドだ。入ってきて、入ってきて。もっと赤い人の部屋からがんめいてきた漫画を読みになられますか。気づかれた、監視たちが来るぞ。ジョリン、ひとまずここを離れるんだ。あいつが飲み込んだ緑色の子供を引っ張り出さなきゃ。分かっている。冒頭でございます、旦那様。風圧推進器がついていて、風の後ろに引くと左へ曲がるってわけでございます。軽流ロープをほどきな。はい旦那様。ゆっくりと、少しずつ。どうする。おい、あの茂みへ向かえ。おい、さっさと止めろと言ってんだ、トンチキが。おい騒ぐな。来るわ、逃げた方がいい。差し込むんです。くそ、急げ、エンジンをかけるんだ。間に合わない。いいか、そのままそこを動けろ。両手を床についておとなしくするんだ。ひでー、物みてえに。いいけど。また追ってのエンジン音が聞こえてくるかもしれないからな。こいつは緑色の子供を奪って逃げるのだけが目的ではなかった。目じゃない、下、下。なそれとも、なんか君独特の趣味とかあるわけ。このままでは二人ともやられる。